We can do it.We can do it. とは、戦時中のアメリカ合衆国で、プロパガンダに使われたポスターイメージのことである。J. ハワード・ミラーが1942年に、ウェスティング・ハウス・エレクトリックの依頼を受けて制作したもので、労働者を鼓舞して、勤労意欲を高めることを目的としていた。このポスターは一般に通信社が、ミシガン州の工場労働者を撮影した。 モノクロ写真が元になっていると考えられおり、被写体となったその女性の名は、ジェラルディン・ホフという。第二次世界大戦中にこのポスターが人目に触れる機会はほとんどなかった。それが1980年代の初めに再発見され、様々な形で広く再生産された。しばしば、We Can Do It と呼ばれたこのデザインは、軍需工場の労働者の力強い。 しかし女性的な姿のアイコンとなってからは、ロージー・ザ・ルベッターとも呼ばれた。そして、We Can Do It のイメージは1980年代に始まるフェミニズムなどの政治的問題を衝動するために利用されていった。1984年には、スミソニアンマガジンの表紙を飾り、1999年のアメリカでは普通郵便の切手のデザインにも採用された。 さらに2008年の選挙戦では、サラ・ペーリン、ロン・ポール、ヒラリー・クリントンといった政治家までこのイメージをキャンウンの道具として利用するのである。今日ではこのポスターイメージが戦争を呼びかけ、女性労働者を借り立てるものとしてだけ利用されたという考えがしばしば議論の前提となっている。しかし戦争中、このポスターはウェスティングハウスの内部に向けてのみ展示されたのであり。 掲載も1943年2月の間だけだった。そしてそもそも募集広告ではなく、すでに雇用された女性に、さらなる労働を解くものとして使われたのだ。フェミニストをはじめとして、多くの人々が、この啓発的な姿やメッセージに飛びつき、イメージを様々な形に改変し、自己実現や勧誘、先導、広告、パロディなどに使用した。1942年、 ピッツバーグのアーティストである J. ハワード・ミラーは、ウェスティング・ハウス・エレクトリックの軍需、生産調整委員会に雇用され、同社の労働者に向けたシリーズもののポースターズリを依頼された。この報酬は、フェデラルファンドから支払われた。この企画の目的は、労働者の勤労意欲を向上させ、常習的な欠勤を減らし、働く上での疑問を経営者側に伝えさせることに、 また不満やストライキの可能性を抑える効果も期待できた。ポスターは工場内で2週間掲載されるとこのシリーズの次のポスターと交換された。あるポスターには笑顔の男性経営者を写してこんなコピーがついた。仕事に何か問題でも上司に相談しよう。多くの人がミラーの We Can Do It のポスターには原図があると考えている。それが ユナイテッドプレスインターナショナル、UPI が撮影したミシガン州、アナーバーの工場労働者ゼラルインホフのモノクロ写真である。時代的には1942年の初め頃で、この時ホフは17歳だった。蝶の写真の中では、背が高く、スレンダーなホフが頭にポルカドットのバンダナを巻き、金属プレス機に背を預け、手を太もものに置き、危なげなく、 機械を動かしていた。この広告用の写真を撮った直後にホフは工場を辞めている。前任者がプレス機で手を怪我したという話を聞いて、チェロが演奏できなくなることを恐れたためである。その後別の工場にタイムキーパーの仕事を見つけたのだという。もしミラーがこの UPI 通信社の写真に強い影響を受けたのならば、ポスターは再解釈の下で出来上がったということになる。 We can do it では、モデルの右手が拳を固めて持ち上げられ、左手は右腕の袖をまくっているからである。そして、ホフの頭が見る側に向けられ、より筋肉質な体つきになった。ベスティングハウスエレクトリックの非雇用者が身につける身分証明のバッジもこの時襟元に足されている。ホフはこれらの事実を全く知らなかった。そしてポスターの題材に使われているとは、 思いもしないまま、1943年に結婚して、ジェラルディン・ドイルに名前が変わった。はじめポスターは、アメリカ中西部に点在するウェスティングハウスの工場の他では見ることができなかった。スケジュール上も1943年2月15日の月曜に始まる2週間、工場は週5日制であったた、都合10日間だけになっていた。 そして過疎化したヘルメットのライナーを作る工場が掲載の対象となった。このライナーにはウェスティングハウスが開発したフェノール樹脂を主とするマイカルタが使用されていた。これらの工場では大半が女性の労働者が戦争中に1300万個ものヘルメットを生産していた。We can d イ it というスローガンを工場の労働者たちは 女性だけを啓発するものだとはおそらく考えなかった。経営者の権威、非雇用者の能力、社内の団結を商用する一連のパターナリズム、支配的なポスターの対象は全労働者であり、それゆえ彼らはこのポスターイメージを皆が共に働く、ウェスチングハウス・インペロイス・キャンドゥイットという意味に受け取ったと考えられる。快活なイメージによって、 勤労意欲の向上や生産性の維持などを目的としながらあくまで紳士的なポスターであった。鮮明な赤白青の衣装は愛国心をそれとなく呼び起こすが、こういった戦略は軍需生産委員会がよく採用したものの一つでもある。第二次世界大戦中に We Can Do It のポスターが1942年の歌ロージーザリベッターと結びつけられたわけではない。 ノーマン・ロックウェルのロージー・ザ・リベッターと呼ばれる絵は1943年5月29日のサタデー・イブニング・ポストの戦没将兵、追悼記念号で表紙を飾りよく知られていたがこちらも関係はない15に軍需品を生産する婦人を啓発するロージーとあだ名された女性たちはウェイスティングハウスのポスターとは何の関係もなかったのだ というよりも1943年2月に2週に、渡って一部の工場で労働者に向けて掲載されると、その後40年近くにわたってこのポスターは、表舞台から姿を消したのである。しかしその他の、ロージーは、よく普及し、中でも実際の労働者がよく写真となって、イメージを形作った。アメリカの戦時情報局は戦争宣伝のために、国家的に、 大規模な広告キャンペーンを展しているが、We Can Do It はそれに含まれなかった。ロックウェルの代表的な作品であるロージー・ザ・リベッターの絵はポスト紙を通じて財務省へ貸し出された。これは戦時交際を宣伝するポスターやキャンペーンに使用するためだった。しかしその後の戦争中にロックウェルの絵は次第に人々の記憶の中に渦もれていった。 その原因は著作権にあった。つまり、ロックウェルの死後もすべての絵が彼の財産として、強力に保護されたのある。こうして守られた絵は、それゆえに高い値段がつき、新作は2002年に500万ドル近い金額で、売却された。それは裏を返せば、パブリックドメインとなることから逃れられなかった、We Can Do It というポースターイメージが復活した理由の一つでもあった。 1982年に雑誌用に複製された We Can Do It を大元の UPI 通信社による写真のモデルだったジェラルディーン・ドイルが発見する。初めて目にするものだったが、ドイルはすぐにモデルとなっているのが自分だと気づいた。この時そのイメージはフェミニズムを衝動するために使われていた。フェミニストたちはこのポスターイメージの中に 女性の自己実現の達成を見出していたのである。つまり、We, 私たちは、We Women, 私たち女性を意味するものとして理解され、男女不平等と戦う姉妹たるすべての女性たちを団結させるイメージだと考えられた。これは1943年に、ポスターが非雇用者を支配し、労働者の不穏な空気を無酸させようとした、本来の目的とは全く違っていた。また、 スミソニアンマガジンは1994年3月にこのイメージを表紙に使い戦争中のポスターに関する優れた記事に読者を引き付けようとした合衆国郵便公社も1999年2月にこのイメージをもとに33セントの切手を作りウィメンスサポートウォーイファー女性は戦争運動を支援しますという言葉を添えた年から始まるウェスティングハウスの ポスターは国立アメリカ歴史博物館でも展示されており、1930年代から40年代を伝える資料の一つになっている。ドイルにはアイコンとしてのイメージがつき知名度が上がった。ジニはミシガン州にゆかりのある女性のホール・オブ・フェームを訪れ、ポスターにサインをしたり、有志と挨拶を交わすこともあった。もっとも有名なポスターのモデルになった若かりし、 心を思い出さずにいた方が良かったかもしれないと彼女は語っている。しかし、あの時は興奮を抑えきれなかった。今日ではこのポスターイメージは広く知られるようになり、第二次世界大戦中の限定的な目的をはるかに逸脱しているかのような状況を呈している。T シャツやタトゥー、コーヒーカップや冷蔵庫のマグネットなどにこの図柄は使われている。2008年には、 様々な地区で選挙キャンペーンに勝つためサラ・ペイリン、ロン・ポール、ヒラリー・クリントンがこのイメージを利用しているし、ミシェル・オバマも、でこのイメージにはめ込まれたことがある。また、クロロックスのように家庭用のクリーナーの広告に、使う企業はこの、イメージのトーンを抑え、例えばこの会社で言えば、写真の女性が左手に、結婚指輪をつけていたりする。パロディに利用されることもあり。 有名であれば女性男性とを問わず、動物やフィクションの登場人物もその対象となった。アクションフィギュアにさえこのイメージは使われている。ウェスティングハウスの歴史を研究するチャールズ・エイ・ラッシュは、J. ハワード・ミラーとも知り合いだった、ピッツバーグの住民だが、ドイルとポスターイメージとのつながりを疑問視している。彼によればミラーは写真を元にした仕事をする、習慣などなく、 生身のモデルを使う傾向にあった。ロージー・ザルベッター、第二次世界大戦の1五に働く女性たちという本の著者ペイ・コールマンは、ミラーが読んだであろう。雑誌に UPI 通信社の撮ったドイルの写真が使われているかどうか、自分もラッシュも確定できていないと語っている。しかし多くの人が We Can Do It のモデルはジェラルディーン・ドイルだと考えている。 ウェイスティングハウスの歴史を調べるエドレースは、本来のイメージは、対戦中の女性リベット校を移したものではないとし、近年のロージーザリベッターと結びつける見方は誤りだと、従っている。彼に従えばむしろそれは、マイカルタからヘルメットのライナーを作る女性の姿を切り取ったものなのである。ポスターイメージの女性は、モリーマイカルタモールダーかヘレンヘルメットライナーメーカー。 とと呼ぶ方がふさわししい、いレースは冗談をめかてて語っている。ドイルは2010年12月に亡くなった。ウトネリーダー氏は2011年の1から2月に予定していた表紙の企画を前倒しして掲載した。右手の拳を上げるマージシンプソンという We Can Do It のパロディである。しかし編集者はドイルの死を惜しむ声も寄せている。それは何より彼女がおそらくは ロージーというキャラクターの触発言である女性だった。2011年の映画キャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャーではエンディングのクレジットのために We Can Do It の立体的なイメージが作られた。ヘイリー・アトウェルのタイトルカードの背景に使われたものである。2015年に発足した女子アイスホッケーリーグのはロージー・ザ・リベッターを模したシンボルマークを採用した。 同チームには日本の藤本奈々も所属している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。